はい、この動画では、インスタグラムで一度連携した連絡先やフェイスブックのリンクを解除する方法を解説をします。で、このインスタグラムでですね、このフェイスブックのアカウントであったりだとか、あとスマートフォンに入っている連絡先、まあ、これとですね、リンクをさせて、そこで友達とかね、まあ、友人、知人につながりたいといったことでリンクをさせたはいいんですけども、まあ、やっぱりですね、この職場の人間であったりだとか、あと学校なんかですね、そういった、まあ、友人、知人にですね、インスタグラムを使っているということはあまり広めたくないというケースもあると思います。なんで、一度リンクした場合ですね、その後解除することもできますんでね、この動画ではそのね、解除する方法を解説をしてみます。じゃあそれではね、このインスタグラムね、このアカウントの方にログインした状態で、画面右下のこの人みたいなアイコンのところ、こちらをタップします。はい、で次にこの右上の歯車みたいなアイコンですね、こちらをタップします。はい、じゃあまずはですね、じゃあ Facebook のリンクを解除する方法から解説をしたいと思いますんで、まずはですね、ちょっと画面をちょっとですね、下の方に下げてもらうと、この設定というところにこのリンク済みアカウントという項目があります。こちらをタップします。はい、でそうするとですね、まあ、今回この Facebook とですね、まあ、リンクを解除したい場合は、まあ、一番上に Facebook というのがありますんで、こちらをタップですね。はい、そうするとこのアカウントというところにリンクを解除という項目がありますんで、こちらをタップします。はい、で、はいですね。はい、これで Facebook のリンクは解除されました。はい、じゃあもう一つですね、連絡先のね、リンクを解除した場合、これはですね、もう一度画面の上の方に行ってもらって、このフォローのところの連絡先というところをタップします。はい、そうするとこの連絡先の画面が出てきますんで、次にもう一度この右上の歯車みたいなマークのところ、こちらをタップします。はい、そうするとこのね、画面の下の方にですね、このリンクを解除っていうのが出てきますんで、ここをタップですね。はい、これでですね、連絡先のリンクの方も解除されますんで、まあ、一度ですね、この Facebook のアカウントとか、この連絡先とね、リンクをした場合ですね、それを解除する場合はね、ここのね、オプションのところからやってもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方を最後まで見ていただきましてありがとうございました。